織田家当主織田信長が弟織田信勝、アーチャーのクラスにて参上いたしました。そうそう、言っておきますが、この信勝、姉上以外に従う気はありませんので、そのおつもりで。ところで姉上はどちらに？姉上、レベルアップいたしました。僕じゃなくて姉上に献上してくれませんか？姉上の水着姿とやらに合わせて僕もこしらえてみましたが、どうですかね。まあ僕が成長したところで姉上には遠く及びませんがね。だから僕なんかに期待しても無駄ですよ。これが僕？まるであの僕の知らない姉上みたいだ。そうか、僕もあの姉上みたいに。ええ、僕みたいな半端な英霊がここまで来れたのはあなたのおかげです。まさか僕にこんな明日があったなんて、あの頃は思いもよりませんでした。ありがとうございます。姉上の敵はみんないなくなってもらいましょう。さあ、僕の戦を姉上にご覧いただこう。よし、行くぞ。姉上の意向にひれ伏すがいい。邪魔者は消しておかないと。姉上の杯。はあ、わかりました。や、仕方ないですね。僕ですか？姉上にお願いしては。姉上、それ死んでください。えいえい、物どもかかれ。やぶ、あとは任せた。やぶやぶのぶ、うわー、姉上やっちゃってください。よし、放て。いかなる者にも姉上の邪魔はさせない。そういうのええから。今です、姉上。笑っとる場合か。姉上、姉上、姉上。
とはお任せします、姉上。みんな、みんないなくなれ、みんな、みんな、みんな。やっぱり僕は無能でした。姉上、なんで僕はバカで間抜けなんだろう。姉上に逆らうなど身の程を知るがいい。はあ、僕に勝てないのに姉上に勝てるわけないだろう。ま、姉上の采配には及ぶべくもないですが、まあまあじゃないですか。さあ、姉上の邪魔をする奴らを皆殺しに参りましょう。ええ、徹底的にやりましょう。後腐れのないようにね。何度でも言っておきますが、僕は姉上以外には従う気はありませんので、勘違いはしないようお願いします。たとえサーヴァントであろうと、その前に僕は姉上の弟ですので。こうしてあなたにサーヴァントとして召喚していただいたことには感謝していますよ。僕は本来サーヴァントになり得るような霊気ではなかったですから。僕と姉上が同じアーチャーのクラス？すごい。まさか姉上と同じくらいにつけるなんて。あ、姉上と同じ血を引いているんですから、そういうこともありますよね。え、他にもバーサーカーやアベンジャーのクラスも？さすが姉上。ああ、そこのあなた。そうです。顔色の悪い田舎者。あまり姉上に慣れ慣れしくしないでください。本来、あなたごときが姉上に気安くするなど。なんです？急に人が変わったみたいな目で。怖くないですからね。あ、アベンジャー姉上？かっこいいです。いいなあ、僕もなれませんかね、アベンジャー。無理？は、わかってますよ。僕程度が姉上と同じことができるわけないじゃないですか。わかってないですね、あなたは。あの姉上、ちょっと苦手なんですよね。食堂とかでも急に肩を叩いてきたりしますし。いや、確かに格好はジョーカーを練り歩いていた頃の姉上みたいですし、間違いなく姉上を感じるのですが、どうにもなれなくて。あの大きな姉上は僕の知らない姉上。そうか、僕の姉上はあれほどまでに。僕は間違ってはいなかった。姉上のライブ？何ですかそれは。姉上が琵琶を片手に激しく歌い踊る会？何ですかそれは。僕も連れて行ってください。席は正面でお願いしますよ。え、チケットは毎回ダダ余りだから大丈夫？何をしているんですか。僕に売らせてください。森長吉？ああ、吉成の息子ですか。ええ。吉成は珍しく道理のわかる、姉上のためになりそうな武将でしたよ。
僕の還元にも引っかかりませんでしたし。それはそうと、気安く僕の頭をポンポン叩くな。僕は姉上の弟だぞ。姉上の姪のチャチャですね。よくよく見ると確かに姉上の面影があります。まあもちろん姉上には及ぶべくもありませんが。それじゃあこのアイスいただきますね。ごめんなさい。それじゃあ僕はこの辺で失礼します。はあ、確かに姉上にかも。好きなものですか？姉上です。他に？そうですね、姉上が好きなものなら何でも好きですよ。嫌いなものですか？姉上を軽んじる奴らは許せません。そんな連中、存在すること自体が無意味で無価値ですよね。あなたもそう思うでしょ？願い事の叶う聖杯ですか。なら、姉上を馬鹿にする奴らを皆殺しに。そういうのではなくて？他には特に。いえ、そうですね。できるなら以前のように姉上と遊び。何でもありません。もうやめましょう、この話。催し事ですか？姉上もお祭り騒ぎが好きだったんですよね。そうだ、せっかくですし出かけましょう。姉上がいるかもしれませんし。あっちに行ってください。僕に構っても何にも得るものはありませんよ。ですから、僕なんかに構ってる暇があったら他の方の相手をした方がいいですよ。僕は何一つ姉上みたいにはできない能なしですから。これはお世辞ではありませんが、あなたの采配は見事だと思いますよ。本当に数多の英霊を引き、己の采配で敵を打ち果たしていく。僕にはとてもできなかったことですから。それにしてもあなたも妙な人ですよね。僕みたいな半端な英霊もどきを好き好んで使おうというのですから。いえ、嫌とかではないのですが、そんな理にそぐわぬことをするなんて、まるで。いえ、何でもないです。そんなことあるわけないんですから。ああ、もうわかりましたよ。これほど僕を気にかける人間なんて初めてです。いいですよ、やってやろうじゃないですか。半端な僕にどこまでやれるかわかりませんがね。ええ、これからよろしくお願いします、マスター。